言語聴覚士国家試験に合格して新人セラピストとして頑張っている皆さんも応援しているデレットチャンネルです。はいえ、今回はですね、失語症の患者さんに対して訓練をしていく、その訓練の一つのバリエーションをお見せしたいと思います。で、失語症の方に限らずなんですけど、やっぱ患者さんによって症状っていうのは多種多様、え、その患者さんに合わせた訓練をしていく必要があるんですよね。 で今回の動画が失語症の方全員に適用ではもちろんありません今回やっていきたいこの訓練は語彙の選択抽出っていうのが比較的保たれているだけど音韻の抽出選択が ちょっとできないさらにその次の音韻の配列とか音韻を分解して音を並べていく過程に苦手がある人に対して実施するといいかなと思う練習方法を実演形式でやっていいいきたいと思います、まあ、このように認知神経心理学的にどの部分が問題があるのかどの辺りを狙った練習をしていくかっていうのがとても大事になるんですよね。 今回はあくまでも音韻のところっていうのをしっかり頭に入れた上でよかったら明日からの臨床に活用してみてくださいではやっていきますレットはいではこれから僕が言う言葉を繰り返して言ってみてください,いきます。犬。犬はいじゃあいきますよ犬ですね犬です犬はいもう一回一緒に言いますよ 犬<ー>はいオッケーじゃあ次これがイでこれがヌでしたこの音なんですか<ー>ヌはいその通りじゃあこれはイ <ー S 1> はいもう一回この音は<ー>ヌはい良いですじゃあ反対から言っていきます犬反対から言うとイ<ー>ヌイはいその通りいいですね。 じゃあ次一つレベルを上げますよ。今度は三文字でやっていきます。繰り返して言ってください。時計。時計。はい、バッチリです。じゃあ行きます。もう一回一緒に行きますよ。時計。はい。時計。はい、オッケー。じゃあ聞きますよ。時計。この音は何でした？<計>はい。じゃあ時計。 この音は何ですか？もう一回行きますよ。統計い。これは？<イ>はい、そうですね。いいです。じゃあもう一回統計この音は何だったでしょう？と<ト>うん、そうですね。とじゃあもう一回時計。この音は何でしょう？はい、素晴らしい。 じゃあ僕が指さした音を言ってみてください。これはと<ー>はい。これはけ<ケ>はい。これはい<イ>はい。いいですね。じゃあまた僕が指さした音を言いますよ。反対からいきます。これはい<イ>はい。これはけ<ケ>はい。これはと<ー>はい。その通り。もう一回反対から行きます。はい。いけ はいバッチリですじゃあまた1個レベルを上げますさっきの時計でいきますよ時計,時計この音を隠しますはいこれは時<計>もう1回行きます時計隠すと時<計>はいその通りいいですねじゃあもう1回戻しますよ時計いきます 時計 E の最後の文字を隠しますはい時計うんいいですねその通りじゃあ行きます時計真ん中を隠すと時計とともう一回行きますよ時計はい繰り返して言いましょう時計いいですねもう一回時 けい<計>はいその通りじゃあ時計真ん中の音を隠しますこの音は何でしたか<ー>はいこの音はもともと、ね、元々時計この音は何ですかいはいそうです最初の音は<ー>はい<と>この二つは何と読みますか <と>いいそうですいいですねじゃあまた1個レベルアップします時計でいきましょう時計はい一緒に言いましょうか時計,時計はいじゃあここにかっていう音を入れますかですこれ<か>はいじゃあこの音は何ですかかはいかですねじゃあ最初からあったこの音はと いはいバッチリですじゃあくっつけていますかかとはいちょっと難しくなりましたよねいきますよ時計にかっていう音をくっつけるはいこ,うんとんこれこの音なんでしたこのここを考えずにこの音だけ言ってみましょう<か>はいそう かですかでこっちのこの音はといはいバッチリいきますよこの音何でしたかかはいじゃあこの時計最初の音は<と>はいそうですねこれいってみますよ「と」といはいこっちの音何でした?「か」はいくっつけてみましょう「か」「か」「と」 時計はいその通りいいですね。デメットはいというように音韻のところに苦手がある人っていうのは実演した動画の中で言うと時計っていう塊で言うとポンって言葉出せる。だけどこの塊が 時計ってバラバラになった瞬間にちょっとそれが分かりにくくなるっていうのが特徴ですねだから実際に音を頭の中でバラバラにする作業を鍛えていきたいで音をバラバラにするっていうところは例えば文字カードとかを使うと、まあ、視覚的に音が分かりやすいので難易度は少し低くなりますよねで今やったようにこう指だけでやるっていうのが難しい人にはもちろん 文字カードを使ったり、でまあ、道具がある場合は、この指でやったのをおはじきとかでやってもいいですね。まあでも何も持たずに実際に練習ができるというメリットを生かして、今回音の練習法を紹介してみました。まあもちろんこれが確実にいい練習とは限りません。その患者さんによって これが難しい人はちょっと別のやり方でやるとか、その時に応じて練習内容を変えていく必要があります。だけど、その患者さん、応援の操作が保たれているかっていうのを確認するためにも、とてもいい方法じゃないかなと個人的には思っているので、え実際に臨床でもちょこちょこ使っています。でもっと難易度が上がってくると、さっき、か、統計いっていうのしましたよね。この元々ある言葉に、 関係のない音を付け加えてってっ呼んでもらえたそれができる人今度はこの「か」っていうのと「トっていうのを入れ替えたらここに「カを入れたら何ていう言葉になりますかとかけいみたいにもうどんどんこの世にない言葉を頭の中で操作しながら表出してもらう。 そういった訓練もできる人は、音韻の操作、え音韻の分解、音韻抽出、音韻の抹消、そういったこと、かなり高いレベルでできると判断できます。まあそういう認知・神経・心理学的に言語情報処理モデルがどの場所が保たれているかとか、 どこに障害があるかそれを見極める一つの手段としてよかったら参考にしてみてくださいまた他にもこういう人にはどういった訓練をしたらいいのとかこんなことに困ってますっていうことがありましたら答えられる範囲で答えていきたいと思いますのでインスタやツイッターコメント欄から情報をお待ちしておりますちなみに今回いろいろ話した認知神経心理学モデルについては別の動画で紹介してますので、えー、そちらから勉強してもらえたらいいかなと思います それでは本日も最後までありがとうございました。